いくつありんごが一つあります。リンゴがいくつありんごが三つあります。リンゴがいくつありんごが八つあります。チョコレートを いくつもらいましたか ?5 つもらいました。チョコレートをいくつもらいましたか ?7 つもらいました。チョコレートをいくつもらいましたか ?9 つもらいました。消しゴムをいくつ買いましたか 四つ買いました。消しゴムをいくつ買いましたか二つ買いました。消しゴムをいくつ買いましたか六つ買いました。うちにシャツが何枚ありますか十枚あります。 うちにシャツが何枚ありますか ?1 枚もありません。紙が何枚必要ですか ?50 枚必要です。紙が何枚必要ですか ?100 枚必要です。うちにバイクが 何台ありますか ?5 台あります。うちにバイクが何台ありますか ?1 台もありません。恋人が何人いますか ?3 人います。恋人が何人 いますか一人もいません。教室に学生が何人いますか二十人います。教室に学生が何人いますか百人います。家族は何人ですか 三人です。夫と子供が一人います。家族は何人ですか五人です。父と母と兄が二人います。一日に何回ご飯を食べますか一日に三回ご飯を 食べます。一日に何回ご飯を食べますか一日に五回ご飯を食べます。一週間に何回買い物しますか一週間に一回買い物します。一週間に何回買い物しますか 一週間に三回買い物します。一ヶ月に何回映画を見ますか一ヶ月に一回映画を見ます。一ヶ月に何回映画を見ますか一回も映画を見ません。毎日何時間 日本語を勉強しますか毎日1時間日本語を勉強します。毎日何時間日本語を勉強しますか日本語を勉強しません。どのくらい日本へ行きますか ?2 年くらい 日本へ行きます。どのくらい日本へ行きますかまだわかりません。どのくらい日本語を勉強しましたか 1>, ?1 ヶ月だけ日本語を勉強しました。どのくらい日本語を勉強しましたか 10年くらい日本語を勉強しました。ハノイからホーチミンまで飛行機で何時間かかりますか ?2 時間くらいかかります。ハノイからホーチミンまで飛行機で何時間かかりますかわかりません。日本から ベトナムまでどのくらいかかりますか飛行機で5時間くらいかかります。日本からベトナムまでどのくらいかかりますかすみません、わかりません。東京から大阪までどのくらいかかりますか新幹線で 3時間くらいかかります。東京から大阪までどのくらいかかりますかバスで7時間くらいかかります。